虫けらが神を見ようとね。岩山八九。はっ、無駄だ。区別。くだらない。燃えろ。天道万象。せ。無力な凡衆め。雪を待つ。無駄だ。無能。難攻不落。わめくがいい。ここだ。君は居場所を失う。ここだ。無能。ここだ。無力な凡衆め。はい。みんながそばにいてくれるわ。傷なんて痛まない。燃えろ。踊りなさい。雷を恐れる凡人は結構いる。我には理解できない。
太陽の光はあらゆる場所に降り注ぐ。星と深淵を目指せ、ようこそ。逃げ場はないぞ。そこだ。はっ、大事なのはコツコツ積み重ねることだ。
おなじみの風景だ。止まらないぞ。無意味な抵抗。はびこりなさい。降伏しろ。この身で晩鐘を粛清する。審判の時だ。本当の極逃げ場はないぞ。これはどうだ。はっ、ふっ、はっ、そこだ。雲なく、借りなくとも全部丸見えね。無意味な抵抗覚えたわよ。さあ、どこに隠れる。マイヤ、そこだ。はっ、はっ、降伏しろ。はっ、知識はあなたにも。手をつなぎましょう。無意味な抵抗を勝利をしてやる。お前の罪を。罪を償うがいい。代価を断つ。逃げ場はないぞ。まずはこれを。そこだ。風もみ違う散らまく惜しむ。風の赴くままに。そこだ。降伏しろ。マイヤ。はっ。
風のもと、雲の行くごと。はっ、ご存だ。星とし、無事今日の依頼。旅人、パイモン、ポコポコビーニー、ここだよ。レイラ、この数日間、てんてんヨーヨー獣。もちろん、てんてんヨーヨー獣が荷物を運んでくれたおかげで、遠くまでキャンプに行って、いつもと違う星空を見れたんだ。それに、論文も進められたの。でも、小麦粉とかに咳込みながら、リスト改良後の英知宝珠では直接キノコンと会話できればいいのにな。レイラ、今までになくやる気みたいだぞ。こんなに話したのにまだ元気そうじゃないか。なっ、満喫したぞ。
おかげで今回の取材は順調じゃった。貴重なバトルでの経験を手に入れた上、陰謀を暴く素晴らしい劇まで見られたからの。ソーカにはオリジナルキャラを捨ててもらって、次はナンジラを主人公にした小説でも書いてもらおうかの。そうだ、ようやくわかったぞ。もっと早くエルシンゲンの陰謀を暴けたはずなのに、どうして遠回りしてたんだ。はじめに真相を突き止めてしもうたら興ざめじゃろ。ナンジラがこの局面をどう打破するか見てみたかったんじゃ。結果から見れば、最初わらわはナンジラとキノコンの物語は主と従者から展開すると思っておった。じゃがナンジラはもっと良い答えを見、別の角度から考えれば、いつも主のことを考えるエルヒンゲンがナンジラにかな、うい、またついていけ。さて、世間話はここまでじゃ。百来者らのことは頼んだぞ。ナンジラとハニアはますます頑張らんとな。こんなに面白い大会が続くかどうかは。来たか。時間はぴったりだ。他の出場選手の英知宝珠を集めて、キノコンの中さ、みんなに挨拶して。炎1の新しい名前なの。最初この私が偏見を取り去り、自分の本当の心。ハニアーさん、こそう来なくっちゃ。炎1って名前にちょっと一番厳しく自分を律し、もう別れの時だね。さようなら。天百来者ら、今度テイマーとポコポコ B に、もう人とキノコンが共存できる日が早く来ること信じてるわよ。君たちの朗報を待ってるから。手のごとく早手のごとく、この箱、中で寝れるかも。
びこりなさい。キノコンの処理をする依頼が増えたような。
本当に俺を呼んだのか？神探のため無力な凡衆め、みんながそばにいてくれ。糸よ、工作せよ。捕まえた。失礼。虫けらか。雪を舞え。天道万象、難攻不落。くらえ。いただきたいね。踊りなさい。は、危機に陥った時の対応は得意では。岩山八九。よし、出発だ。燃えろ。無力な凡衆め、雪を舞え。桜吹雪。ぐっ、あっ、ぐっ。身を満足。弱小パンプス。天気。いざ。失礼。鎮圧。
剣来客。心配ない、まだやれる。難攻不落。剣女盤石。欲しとしい。